で誰も顔浮かばないから、クマムシ佐藤って顔浮かばないからね。クマムシのじゃない方ですね。クマムシがじゃない方なんで、二人ともじゃない方なんですよ。特別なスープをあなたにあったかいだから。誰が覚えてんだこれ。聞いたことあるし覚えてる。覚えてねえよ誰も。覚えてねえよ。これダウンロードした人を全員削除しちゃって聞いてる。スマホになるタイミングで全部削除しちゃって。そんな昔から。携帯のキャリア会社の人が削除しちゃって聞いてる。キャリア会社これ消しときますね。そんなサービス。それについては誰もクレーム入れなかったっていうね。でもね、昔なんだね。そうです、5年前ですから。2015年2月リリースだもんね。ちょうど5年前ですよ、クマムシの歌ってのね。いや、俺ね、知ってますよ、そんなことはね。ちょうどあれか、うん、俺らがメレンゲの気持ちの前説始めた頃だよな。いや、俺たち頑張れ、もっと。クマムシの歌って、特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから、じゃないですか。で、この次の歌詞って、あったかい。いや、そう、あったかいですよね。覚えてます？覚えてないよ、覚えてるようで覚えてないですよ、これね。いや、誰も聞いたことない。聞いたことない。これ、続きの歌詞があるんだよ。ワクワクのリズムをあなたにあげる、あったかいだから。これ何があったかい。特別なスープはあったかいですよ。あったかいだから。ワクワクのリズムはどこがあったかいのって俺気になってるよ。これは瀬川さんに聞けよ。瀬川さんに。いや、クマムシの歌ってる方の名前。いや、誰が分かるの。瀬川さんに聞けよ。いいだろ。瀬川と佐藤って。どういう意味だ。長谷川さんのツイッターのアカウント名見たことある。ないよ。長谷マンスペースあったかい。あったかいの十字架を自ら背負ってしまった人。何があったの。すごいね。永遠の十字架背負ってんだからね。かっこいいね。そうだよ。あの人ヒゲ生えてるからね。俺髪の毛の短いキリストって呼んでるから、ね、あったかいんだからこっち届かないからね。これ貼り付けられてるから。釘打たれ。そう、釘打たれ。そういうことあるんだよね。俺言ってんのは言ってんのは。そう、それ言ってたんだ。でもね、クマムシのこの続きって覚えてます。大丈夫。マジで聞いたことないって。多分ね、覚えてるようで覚えてないんですよ。先輩上司社長に頭撫でられた。あったかいだから。これ今だったらセクハラだから。頭撫でちゃダメですよ、部下の。もしくは新興宗教だよな。いや、こういうイニシエーションあったけど。こういうイニシエーションあったけど。イニシエーションっていうの。イニシエーションだからって売れるか。、ね、髪の毛短い。俺ね、髪の毛短いキリストって呼んでますよ。イニシエーションね、あったかもしんないけど。で、この続きって覚えてます。これね、覚えてるようで。ダウンロードしたことないね。あったかいんだから。お返しはキラキラ、ギャンカはハピネススマイル。もうネタ切れ起こしてる。ギャンカはって。また会おうねって繋がったこの手の手が。あったかいんだから。あったかいんだからの前に喋ってんじゃねえよ。間が持たないんだからの前に喋んだ。てめえの歌は間持たねえよ。すごい間があってのあったかい気持ちなのね。怖いよ。どこにだよ。え、間が怖いよ。いや、そういうこと言ってんの俺は。なんだよ。辻人なりとか言うな。なんだよ。また会おうねって言ってるの俺。また会おうね。辻人なりはやっと会えたねって中山美穂にプロポーズして結婚したけど後に離婚してしまったの。いや、誰が分かんない。本当にちゃんと離婚すんだな。辻人なり作家名義の時は辻人生と読ませる人。本当にわがままだよ。本当にわがままだよ。なんか間違ったらこっちが悪いのかなって思うから大変なことなんですよ。でもね、クマムシのこの続き覚えてます。本当にこれマジで。マジでないで最後覚えてない人いると思うんですよ。覚えて聞いたことない。みんなが思ってる私の可愛さ、イエス止まらないんだから。これなんだ。イエスってなんだよ。イエス。イエス佐藤さんだ。イエス佐藤さん。イエス佐藤さん。佐藤さんイエスしか言ってないよ。そうだよ。高須院長より先に言ってたから。イエス。そうだ、イエス。そうだよ。5分43秒の楽曲の中で唯一与えられた役割がイエス。いや、誰が与えられた。その役割与えられた人の名前は日本で最も平凡な名字佐藤であること。いや、誰が分かったことに。気にすんだよ。だから生まれた時にお前から個性を取り上げますって神様に言われたんだよ。それを取り上げたのが髪の毛の短いキリスト長谷川である。また公式が成り立ちます。わかりますか。わかりますか。お前全然クマムシの話しねえじゃんか、さっきから。そりゃそうだよ。全然クマムシの話しないよ、こいつ。そうだよ、俺が。おかしいわ。おかしい、お前だろ。クマムシの話しろよ。なんでさ、今さら83歳の毒舌親父の話しなきゃなんの。毒マムシって言ってねえよ、俺。毒マムシさんだよ。おじじいばば。長生きしろ。だって串物区あったかいだからの人だろ、お前。